どうも、キスケです。ということで、ウルトラスーパー維新論が赤い一凸になったということで、ちょっと使っていこうかなと思います。確か、一凸か二凸ぐらいのタイミングで使ったのが最後だったと思うんやけど、まあね、超級しっかり毎日回って、赤い一凸にしたということで、まあ相当強くなってるんじゃないかなって思います。で、性能を見てみると、まあ、割かし早い段階で、ヨダメ90%ぐらい乗ってくれるキャラクターなんで、弱くないと思うんだよな。よし。シュー、シュー、範囲特殊だ。これが、力。スーパーウーブ強すぎ。手札空き使うか。まあ相手の打撃射撃あたりを食らえばうまい。はい、ヨダメが上がっていくんでね。20%、30%、余ダメージがどんどん上がっていくぞ。さあ、これでマックス。で、これ消去不可なんで、強いよね。シンプルに。これでもう余ダメ90%ぐらい乗ってるんで。火力面は問題なし。よっしゃ。いいぞ。ライジング溜まった。はい。アニシンがあるんで、こっちでいいや。ナイス。射撃アーマーがあればな、究極アーツとかにね、相当強かったんじゃないかなと思うんやけど。てか今の打撃アーツとかでよかったな。まあいっか。死ねえ。サンダー。うわ、強っ。ははは、嘘だろ？無料でこの強さはやばいね。マジな話。やべえと思う。まあ、ウルトラアビリティが、ああ、ナイス。有効に働いてるんでしょうね。メインで見て、溢れてくる。ロボ速2段階ですよ。まだ間に合わないよ、射撃カオちゃん。はい。はい。キングガーズだ。落ちないか。え？ あれ？なんで？ 発生が遅いタイプか。緑ブロリーの必殺技的な感じ？予想外でーす。対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。合体戦士パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。いや、スーパー維新論マジで強い。ウルトラアビリティの噛み合いでさ、味方の余ダメージも上がってるし、自分自身の余ダメージも上がってるし、で結構早急にね、先ほどの試合でも言った通り、余ダメ40%アップ、がっつり乗ってくれるんで、強いな。防御タイプやのに火力出せるっていうのは、なかなかいいよ、やっぱり。ボージャックみたい。もう一丁。マジかよ。はい。余ダメ上げよう。20%。これは上がらないか。30%。自分がまだ死なないとでも思ってるんじゃないか。ありがたい。必殺技でいこうか。特殊からでいいか。手札破棄使ってから必殺アーズでポンです。ビュン。
うわ最速。まあライジングは不死身で受ければいいんで、まあ大丈夫か。硬いな。覚醒ランク7のスーパーゴジータの攻撃をここまで受けれるっていうのはだいぶ強いんじゃないか。必殺汗が怖い。 OK。 ここで強ければいいのよここで強ければいいのよ。問題ない。ビッグバンカメハメハだ。最悪。おい、スーパーウーブの特殊圧マジで強いんだよな。最悪や。タックルでよかったのに思ってるよりバニシングの回復速度が速いやつがいる。今日の PVP 結構快適やわ。ラグい人があんまりいない。それだけでもう感謝です。こんにちは。マジか。なえるわ。破壊してやる。氷漬け。冷凍庫だ。ロックやな。強マジで強いやん。え、通常出てなかったわ。よかったわ今の A は、あ、やべ通常出たかもっていう A でした。なんだそれ。さあ泥足2段階でがっつりと相手の体力を削っていこうか。いやーこれ落ちないのか、もしかして。無理そうマジか。欲張らんと変えたらよかったな。想像以上に硬かったわ。さすがにいけるか。よかったよかった。くらえ、範囲特殊だ。発生速度が異常なんだよな。はい、さあラスト。まあ回避出ないか。ああどうやら力の加減を間違えたようだ。さあマッチングしました。何パーティーだ、劇場版かスパサかなと思ったわ最初。劇場版ですね。黄色の通りがいいね。スーパーウーブマジで強えよな。いくぞ。背中のトゲトゲがかっこいいわ。ナイス。はい、ダメか。はい、範囲特殊だ。範囲特殊つえー範囲特殊つえー、マジで。残しとこうか。さあこれで必殺圧が強力になっていく。マニシングいただいちゃう。危ないよ。ラッキーラッキーラッキー。くらえ、魔人ビームだ。くらえ。ああ間に合わないか。
ヨダメージアップ、ヨダメージアップ、もっと殴ってくれ。はいはい、よろしく。はい、ダウン、ナイス。ライジングか、さすがにスーパーイシンロン耐えないでしょうと思って出さないんですが、どうなんでしょうか。ワンジャン耐えとったんかな。さすがに厳しいよな。いくら防御タイプとはいえ、さあ不死身が剥がれていく。メインで見ていくね。よし、そ、中距離でじりじりすんの何なの。何か行動するわけでもなく、もうこれゴジータ方でライジングぶっぱでいいんじゃね。ドラゴンボール4つ回収しよう。これでいいや。ドラゴンボール4つ回収だ。これマジで衝撃よな。あと3つ集めるだけで撃てるぞ。もう衝撃、圧倒的配慮。噛み合っていく。あと1個やぞ。ドラゴンボール。あ、溜まった。やば。やばすぎじゃね？はい。ライジング。強え、これ。やば。紫は落とされたくなかったね。はい。ゴジータ4やべえ、マジで。はい、ラスト。はい。さすがにいけるっしょ、これは。はい。落ちるね。いやー、いいんじゃないですか？ GT パーティー、マジで強いと思うわ。当たれー。対戦ありがとうございました。俺も地球を守る戦士の一人だ。はい、皆さんお疲れ様でした。本日はスーパーイーシンロンが赤い一つになったということで使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ無料キャラクターにしてはほんまにめちゃくちゃ強い部類に入ってるんじゃないかなって思います。まあ、やっぱり味方の余ダメージもウルトラアビリティで上げてくれるっていうのもすごい優秀やし、まあそもそも自分自身にもウルトラアビリティがかかってくれるっていうのも、まあ、頼もしいし、やっぱり凸が増えれば硬いし火力も出せるし、なかなかいいキャラクターだったんじゃないかなって思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。